中島流コンピテンシーディスカッションのシナジー。7分間でワクワクするビジネスが見えてくるチャンストゥーチャレンジ、中島誠二のビジタツセブン。第126回目のテーマは中島流コンピテンシーディスカッションのシナジーということで、コンピテンシーディスカッション、まあ、このキーワードも、まあ、もっと言えばこのディスカッションのコンセプトもまさに中島流と、すなわち私が作ったディスカッションのこと、コンピテンシーとは成果に結びつくディスカッションということなんですが、このテーマは、このお話はもうすでに半年ほど前にさせていただいていますので、まあ、詳しいお話はしませんが、まあ、分かりやすく言えばディスカッションのやり方を細かくテーマを持ってご紹介しています、ね、テーブルマスターがいなきゃいけないこと、そして時間の管理をすること、それから、まあ、内省時間も取ったり、またこうそのディスカッションをこうどういうやり方でしていくのか、そしてそれをまた発表するところまで細かくできているのが、まあ、作られているのがこのコンピテンシーディスカッションということです。そして私がさまざまなところで、定期的に行っている、まあ、コンサル先とかセミナー先というのが今4件から5件あります。そしてリーダーズセミナーというところではもうほとんど毎月、まあ、いろんなところを訪問して、そしてその後ディスカッションしているわけですね、まあ、いくつかのその様子がこれですね。必ずいろいろなものを体験する、そしてどこかを訪問する、そこの社長の話を聞くと、でその後にはグループに分かれてディスカッションするということを当たり前にしています。結構50人ぐらいいたとしても、そこでディスカッションできるスペースだけは確保してもらって、そして3人から4人、だいたい3人から4人がいいです。5人だとちょっと多いかもしれないですね。でそのぐらいでディスカッションするっていうのを当たり前にしています。はい。さてこのディスカッションがどんなシナジーを生んでくるのかっていうことを、今回は少しこう詳しくお話をさせてもらうんですが、先ほども言いましたように、もう私はもうこの10年必ずこの何か体験した後にこうディスカッションして、ある結論に持ってってもらって、そして発表してもらうとしているわけです。人というものは実は知見っていうのは知識だけじゃないんです。使える情報まで持っていけるかどうかが知見と私は呼んでいます。使える情報にするためには、体験したこと、それからティーチングで教えられたこと、知識、これを知見まで持っていくためには、それなりの自分のものにするためのプロセスが必要だっていうことなんですよ。知見になれば自分の行動に反映できる、そしてまたそれを生かしたビジネスを展開できるということなんです。そこでちょっとこれが具体的な話で少し紹介してみましょう。まあ私にちょっと似てない似てるような図にはなってますが、私がセミナーで5つのポイントを紹介したとします。ポイント1、ポイント2、ポイント3、ポイント4、ポイント5と、まあ大体それ以上僕は語ることが多いんですが、そのポイント、例えば ABC の3人そこにいたとします。まずこのひげ面の A、5つのポイントがあったとしても、そのうちの3つです、1と2と3は多分彼はものにできるでしょうという予測です。はい。次 B です。今度はひげのないスマートな彼ですね。で彼の場合はポイントを1と2と5、わかります？先ほどは1と2と3だったんですよ。 A は B は1と2と5を自分なりに把握したと。まだこれ知見にはなってませんからね。そして C です。女性ですね。あ、美しそうな女性ですね。はい、それはどうでもいい話ですね。さてこの女性の場合は3つなんですが、3、4、5、ポイントの3、ポイントの4、ポイントの5を自分としてこう知識としてそのティーチングで身につけた。さてこのままで終わらしますと、じゃあそれぞれ3つずつが活かせるかって言って、活かすことも難しいんです。そうなんです。ただ今知った知識というだけですから、知見に持っていくのは大変なんだ。そこでこのコンピテンシーディスカッションの体験という話ですね。でこれによって、まあ、シャッフルされるわけですよ。だってこのコンピテンシーディスカッションというのは、必ず自分がどう思ったっていうことをシェアし合う、
この時点で先ほど言ってた 1,2,3 の人と 1,2,5 の人と 3,4,5 の人が違うわけですよ、ポイントが。そしてなぜそこに着目したのかであるとか、これをどう自分のビジネスに使うかまでディスカッションするのがこのコンピテンシーディスカッションなわけですよ。すなわちここに知っていた知識から知見に持っていくためのちょっとしたプロセスが入っていること、そして自分は5分の3だったのがもう一度5分の5にするためのまあシェアをする、お互いにこうシェアし合うと、シャッフルし合うということで、まあだからといっても5分の5全部ね知見としてなるかどうかは別ですけども、少なくとも自分がちょっと欠落してた部分を補うことができて、そしてそれをどう仕事に生かすのかといったところまで実はこうディスカッションの中で話し合うということを当たり前にしています。すなわちいろいろこう例えば石坂産業というところに行ったと、そしてそこの女性社長の石坂典子社長の話を聞いたとします。でその時にそこで見たこと、石坂社長の話から学んだこと、それらをお互いにシェアし合うわけです。でシェアするだけではなくて、先ほども言いましたように最後は自分が仕事にその体験を、そのティーチングを、話をどう生かすかといったところまでお互いにこうシェアし合うということなんですよ。これによってただの知識だけじゃなくて知見にまで持っていく、知見にまで持っていったってことは、それは自分たちのビジネスであったり日々に活かせるっていうことなんです。やっぱりそこまで、このディスカッションも5分10分じゃありません。根本的には20分から30分します。その後発表し合うっていうことになるんで、少なくともしっかりしたシャッフルすることによって知識であったりちょっとした記憶ではなくて知見として使える情報まで持っていく、自分の使える情報としてきちっと記憶に残すことができるっていうことを今回は言いたくて、このコンピテンシーディスカッションには大きなシナジーがありますよと、それを実際私はいろいろなこう場面で使ってきてて、もう月々にだから5、6回、いやもっとかもしれない、そのぐらいの多いところでこのコンピテンシーディスカッションを実践してます。そしてこう皆さんがやっぱりこのディスカッションって意味ありますよね、いやそれをこうそういう場をくれた経営者たちもそうやって言ってくれているっていうことで、まあ今回はこのコンピテンシーディスカッションのシナジーっていうものを皆さんに分かってほしいということでお話をさせていただいたということです。話は戻しますが、このコンピテンシーディスカッション本当にこう細かいところまで、ね、書いてあります。すなわち成果に結びつくディスカッション、それは知見となり自分たちのビジネスにすぐ活かせる情報として、生きた情報として使えますよというお話でした。コンピテンシーディスカッションの詳しいものはまたこの図を見てもらうなり、またこのビジタス7の前に少し戻ってもらうと、まあ、詳しい情報がありますので、ぜひそれを信じていただいて、先ほど言いましたようにこの知見の共有こそが使える情報として私たちが記憶していつでもビジネスに活かせるということで、今回のテーマは中島流コンピテンシーディスカッションのシナジーというお話でした。必ず最後にはディスカッションしましょう。